is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンルンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。河川の下流域に住む住民に洪水警報が発令されています。新型コロナの規制が10月1日から大幅に緩和されます。海工業連盟が世界で初となる炭素クレジット取引を開始しました。タイ政府観光庁がアイコンサイアムでトラベルフェアを開催します。それではまず初めのニュースです。河川の下流域に住む住民に洪水警報が発令されています。チャープライアーダムの放流により河川の水量が増加するとして、下流域に住む住民に洪水警報を発令しています。水利局によりますと、中部チャイナート県のチャープライアーダムでは水が溢れるのを避けるのに放流量を増やすことになりましたが、これによってチャープライアー川下流域では河川の水位上昇で洪水に見舞われる可能性が高まっています。カウィンサップ副局長によりますと、今週予想されている大雨を前にダムの放流量を毎秒1989立方メートルから毎秒2200立方メートルへ引き上げることを決定しました。このため河川の下流や周辺運河の水位が30センチから50センチほど上昇すると予想されています。洪水が起きると予想されているのは丹東県、山陽郡、有田県、バンバン運河、瀬名郡、パクハイ郡、シンブリー県、ブリー郡、プロムブリー郡、ムアン郡となっています。これらの地域や低地に住む住民は水位に注意し、天気予報などの情報に注意を払うよう呼びかけられています。また副局長は浸水を防ぎ、緊急時にも支援を行うためにこれらの地域に機材や職員の派遣を準備しています。地域への影響をできるだけ少なくするために、チャオプライヤー川沿いのダムや連結運河の水位管理にも取り組んでいます。タイでは11月から2月頃が雨の降らない乾季で気温も低下しますが、乾季に至るまでの数ヶ月間が雨の降る季節で、特に雨季終盤のこの時期は降雨量が増え、深刻な洪水が発生しやすくなっています。次のニュースです。新型コロナの規制が10月1日から大幅に緩和されます。9月21日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策センターの会議で、新型コロナ対策について協議が行われました。アルティン保健大臣によりますと、この会議で10月1日からは新型コロナ対策の制限規制が大幅に緩和され、タイを訪れる人は入国時にワクチン接種証明書や陰性証明書を提示する必要がなく、感染していても軽症であれば自主隔離で療養すれば良いことになったと説明しました。しかし11月1日以降もマスクの着用や密を避ける手洗いといった一般的な感染対策の実施が引き続き求められます。また新型コロナ対策の非常事態宣言も9月末で解除となります。新型コロナウイルス感染症対策センターの広報担当であるタウィーシン氏は、
9月23日、効果的な新型コロナ対策を実施するために発布された非常事態宣言が9月30日をもって解除され、これに従って非常事態宣言の下で設置されていた新型コロナウイルス感染症対策センターも解散となると説明しました。非常事態宣言は新型コロナの感染拡大を防ぐ措置の一環として2020年3月26日に発せられたものですが、現在感染状況は世界的に改善してきており、これに対応するために解除されることになりました。タウィー選手によりますと、宣言が解除されても政府は新型コロナワクチンの無料接種を継続する方針です。次のニュースです。タイ工業連盟が世界で初となる炭素クレジット取引を開始しました。タイ工業連盟とタイ温室効果ガス管理機構は、オラウィット天然資源環境大臣主催のもと、炭素クレジット取引センターを共同で運営する協定に調印しました。地球温暖化対策に行動を起こそうをテーマにイベントが開催されました。このイベントは炭素クレジット、再生可能エネルギーに焦点を当てたもので、タイと世界の生存のためのソリューションを目指し開催されました。オラウィット天然資源環境大臣は、このイベントはタイ工業連盟とタイ温室効果ガス管理機構が開催する一連のキャンペーンの一環で開催され、気候変動に対するタイのコミットメントを示し、持続可能性への道を開き、地元企業が二酸化炭素排出量の削減に参加するきっかけとなると述べました。さらにオラウィット大臣は、政府とタイ工業連盟が ASEAN 事務局と協力し、近隣諸国がこの炭素クレジット取引センターをプラットフォームとして、炭素のクレジット取引を推奨し、気候変動緩和への取り組みを強化することを検討するよう推進していく方針を明らかにしています。炭素クレジット取引センターは 100% 再生可能エネルギーの活用を目指す事業者に向け、カーボンクレジット、再生可能エネルギー、再生可能エネルギー証書などの取引のプラットフォームとなっています。タイ工業連盟はこれまでにも中小・大企業向けの透明で信頼性の高い取引プラットフォームを設置し、その運用に成功しています。次のニュースです。タイ政府観光庁がアイコンサイアムでトラベルフェアを開催します。タイ政府観光庁は国内旅行を盛り上げるため、10月に大型ショッピングモールアイコンサイアムで旅行フェアを開催する予定です。このイベントは国内の地域密着型の観光旅行や旅行パッケージを紹介していきます。アイコンサイアムとカシコン銀行が共同で主催するこのイベントは、タイ全5カ所の地域のツアーパッケージ、ホテル、宿泊施設、食品、コミュニティ、オートップ製品、農産物など、地域密着型の商品とサービスを50店のブースを使い販売していきます。タイ政府観光庁中央地区のジュタティップディレクターは、今年の国内旅行の目標人数は1億6000万人、売上目標は6560億バーツに設定されていると語っています。また今回のイベントは、タイに戻り始めた外国人観光客を歓迎するとともに、より多くの国内旅行を促すものであるとしています。アイコンサイアムのトラベルフェアは10月12日から16日まで開催され、公式オープニングセレモニーは10月12日午後3時から行われる予定です。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。河川の下流域に住む住民に洪水警報が発令されています。新型コロナの規制が10月1日から大幅に緩和されます。タイ工業連盟が世界で初となる炭素クレジット取引を開始しました。タイ政府観光庁がアイコンサイアムでトラベルフェアを開催します。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さよなら。
Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok Thai or 1300 to 1315 GMT.